どうも皆さんお疲れ様です毎週月曜日恒例の今週の イエーイ先週のスニーカーリリースを振り返りながらですね今週はこんなスニーカーが出るよねとかあれ買えたの実はとかそういうお話をねしつつ皆さんとラジオ形式でねあのスニーカーについて楽しい時間を過ごすというラジオになっておりますのであの画面見ていただいても大丈夫ですしあの画面閉じてあの耳だけ楽しんでいただく形でも全然大丈夫です。 流し見、流し聞きしていただけたらいいかなと思います本日もご清聴ありがとうございますカネリーのラジオこのラジオですね、すべてのリリースは紹介しません私的にあこれこっちは輝いてますせっていうやつだけ紹介していきたいなと思いますので皆さんの中でもしあのカネちゃん紹介してなかったけどこういうのあるよとかこれすごい僕的に熱いんだけどどうかなみたいなのはぜひコメント欄で教えてください私もチェックするきっかけになりますのでね ぜぜひぜひ皆さんでコメント欄でカンバセーションできたらいいかなと思いますカネリのスニーカーカラジオニューヨークはやっと晴れてくれたんだよね本当にもうね先週1週間ずーっと雨ででまあ季節の変わり目でぐん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 気温が落ちていくプラス雨でなんか私ちょっと体調崩してたんですよそうで先週のスニーカーラジオあのすっぴんラジオねは確実にもうね喉とかが痛くてそうなんか声とかいつもと違う感じだったのかなと 思ったんだけど意外となんとかなったったていうで、弟ぐらいからパーンって秋晴れっていうの,あの晴れ始めたのよもうそれと同時にパーンって太陽見れたって言ったらもう治った。 すごくない人間って。てか、私ってそんな結構単純な人間だったんだと思うんだけど、人間って太陽が大事だね、本当にね。太陽を見た瞬間、風が治りました。ありがとうございます。元気もりもりカネちゃんで本日もお送りしていきたいと思うんですけども、まずは先週の振り返りからいっちゃいましょう。先週の振り返り。先週の振り返りですね。エアマックススコーピオンがリリースされますよ、言うてどうでしたかなんか私、スニーカーズでね、パ,パパパって見て、あ、あるある、そうそうそうってチェックした 時にパンって一発目に浮かんだ感想がえ高くねだったんです。<laughs> いや US ドルで250ドル、日本円だと2万7千9 0円ぐらいなんですかね。ちょっと詳しくは分かんないんですけども、え高いよね。えどうですか。高くない。なんかエアマ。 いや、もちろんあれだけのねこうギミックが入って新しいよって言って高性能でやばいぜみたいな売りなのは分かっているんだけどあの値段でや「MAX はちょっと買えないですよ」 っていう感じで今回は私はまあ,あの眺めるオンリーでね楽しませていただきましたけども今も普通にスニーカーズに在庫はあるのでまあその辺の,あのスニーカーショップの店舗ねナイキのショップとか行ってちょっと見てみたいなみたいなこうどういう感じなのかなみたいなのはちょっと行きたいなと思ってるので私が生身で見た後にはなるべくこのラジオでねこうなんだったよってお伝えできたらいいかなと思いますあと N ハリウッドインビンシブルあとニューバランスのトリプルコラボの1 C906R ですね、皆さんどうでしたか日本での盛り上がり具合というかどのぐらいの抽選抽選とかあったので絶対ねあ,るあったよねそういうのがもうどのぐらい盛り上がっていたとかあと何か欲しい方皆さん変えたんですかみたいなのはちょっとぜひぜひ知りたいですねいや可愛いよねこの子ねで実物の色合いもしっかり見てみたいスニーカーの個性なんてあるじゃないですか写真あのウェブサイトとかで出てくる写真ってさ結構さライティングだったりとか背景のカラーで全然 イメージ変わるじゃないですかでこのトリプルコラボの 1906R ってウェブ,ブサイトとかに載ってる写真って背景がミント色なのよでこのミント色にちょっとこうなんていうのかなかぶさっちゃって で、この 1906R も結構ミント系の色になっちゃってるのかなえ実はもしかしたらそんなにミントっぽくないのかなとか私的にちょっと気になる点が多くてもしね手元に届いた方いましたら情報をいただきたいなと思いますなんか細かいことで <laughs> 申し訳ないんですけどもどうなんでしょうかいやこの前ね私もねあの購入レビュー動画させていただいたパタとニューバランスの 990V3 ねもうさああの結構 こう緑強めって結構緑強めって思ってたのよカーキの部分この全体的なねアッパーの部分が。でも届いたら案外滑らかとクリーミーなカーキだったのよ。 そうだからなんか結構実物で見る色合いと、まあ、自分の,、ね、この色彩能力とかにもよるんだけどさ目のそうだかからなんか感じ方って人それぞれなんですけど何かもしねあの実物届いた方で写真と比べるともうちょっとこういう色だったかなみたいなのがもし感想ある方いたらぜひ教えてほしいです。 カネリのラジオーあとはね気づいてなかったんですけどでとっくにアメリカではもうリリースがあったんですが「プーマと「アミコラボをしてねスウェードクレープ。 クリスティンっていうやつを出していたけどもかわいいねこれねこの日本でのリリースの情報を見て私も知って実はこういうまあねプーマといったらこのスウェードねザっていう感じなんですけどもアディダスでサンバっていうモデルが今結構アメリカ内では激流行りをしててそれがなぜかというと今年の上半期にウェールズ・ボナーっていうブランドとアディダスがコラボをして出したサンバがあのす すすごいバズったんですよであの本当におしニューヨークのおしゃれさんよく履いているしでそこから火がついて。 サンバ熱が今すすごいんですよサンバ結構この薄っぺらい感じねそうだからあのプーマのスウェードも,もしあ当てはまるやんこの薄っぺらい流行りにと思ってそうだからこのアミとプーマは一丁入れとこうかなと思ったんですけどもサンバブームから始まりこのスウェードブームもねプーマもちょっと頑張ってほしいなと思いますよねだってアディダスはねイージーもあったり、まあ、もちろん今サンバが流行っててフォーラムもバットバニーやってたりとかするじゃないですかももちろんナイケは、ね、いつも通りすごい ビッグアーティストとコラボをしてブン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 盛り上がりでそれに乗っかってニューバランスは6がき始めサロモンもき始め残すプーマ頑張ってっていう感じで私はちょっとあの常に常にチェックしていきたいかなと思うんですけど薄っぺらいフォルムでちょっとエイジングっぽい見た目のものがあの好みだよとか、あのー、自分のファッションには合うかもなっていう方はちょっとぜひチェックしてみてほしいなって思います。 あっ私の CPFM ちゃんが OKOKOK。Okay, okay, okay. あこ,れこのことも後で話すからちょっと待っててねえっ、ー、とですね、えー、結構話題になりましたね春スタジオスとアシックスゲル1130の第2弾が帰ってきたよということでおかわりなさいという感じなんですけどもこれまだリリースっていうことではなくて2日間だけねあの受注生産なのでその予約が行われていましたよということで前回よりももうちょっとこうブラックみが強いというかブラック茶色あとレザーの部分 があったりとかねちょっと大人っぽいイメージをね前はちょっとミルクチョコレートみたいなみんなに愛されるミルクチョコレートみたいな感じだったけど今回はねちょっとなんか大人の味よビターチョコレートみたいな感じ <laughs> じ,じ,じゃないねで私的にはやっぱり前回のカラーウェイの方が好きだったので上回らなかったので私は我慢しました。 で到着が来年の2023年の4月から6月とかって言ってた気がするので。 先やんということで、もしね予約された方がいましたらまあ、一旦忘れましょうね一旦忘れてあのスニーカーライフを楽しんでいただいて4月6月とかにポッと家に届いておおラッキーああ買いたいあそうだそうだそうだみたいな感じで盛り上がっていただくって感じで一旦忘れましょうね皆さんね今回もそうねなかなか盛り上がってたね春スタジオスいやーすごいなーゲル1130の火付け役みたいな感じになっているよねアシックスもぐん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 盛り上がっていってくれたらいいなって思いますね スニーカーカラジオはいでは次アップカミングリリースいっちゃいましょう今週のリリースで気になるものはえー、っと気になるものあのね目立ってめちゃくちゃバーンっていうのはないんですけども日本だとおそらくニューバランス993のグレーが再販されるよねねねねねねでしょ久しぶりの復活なのかなっていう感じであの結構私のねインスタの DM でもあのグレー ニューバランスのグレーニューバランスをデビューしたいんですけどもやっぱり1発目はクラシックなグレーでいきたいんですとでグレーで行く場合どのモデルがいいですかとかこれやっぱグレーに特化した質問が結構多くてですねやっぱでもグレーって本当に人気なのでいつもいつも在庫が余っているモデルって結構やっぱ少ないねそうなのであのもうちょっと待って 待ってみたらいかがでしょうかみたいな、結構あの復活するものもあるので、みたいな感じでお話しすることが多いんですけども、QQ さん、私大好きなモデルでございます。そしてグレーとね、ユーバランスと言ったらグレーみたいなとかありますから、もしあの QQ さん持ってない方、もしくはグレーの大ファンとかでさ、グレーと違うよ。あてえの方じゃなくって、あのグレーね、色のグレー色ね、ネズミ色。 のニューバランスを履くならグレーが履きたいですみたいなう方がいましたらぜひあの狙ってみてはいかがでしょうかという感じですアメリカではね再販ない、ねうん細かいことは分かんないけどでも日本のリリース情報みたいなの載ってたよね10月14日かなっていう感じですねあとはリリース日はあのまだまだ決まってないんですが情報がしっかりとリークされシカゴでは っっって言ったらもううかちゃよねジョーフレッシュグッズがあのニューバランス99さんとコラボして3色出すじゃないですかでそれのドネーション抽選みたいなそうそうそう寄付することによって抽選権を得られますよという、まあ、結構ねジョーフレッシュグッズって本当にこうブラックコミュニティっていう黒人社会の改善に向けてしっかりこうどん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 ファッションこう,こういうねスニーカーコミュニティを通してアプローチしているブランドなので今回もねそういう社会活動も含め ながらこうスニーカーコミュニティを盛り上げてくれているブランドなんですけども寄付することによってまた、あ、本だったりとかねお寄付することによって抽選券得られますよここに持ってきてくださいねみたいな感じでねあのー、情報がリークされてましたけどまあシカゴ限定なのでね私はちょっとそこに仲、ね、間入りすることはできなかったんですけども3日間限定10月4日から7日にドネーションしたらラフルできますよみたいな感じでね。パウダー ピンク、政治、アークティックブルー3色ね。買えるか買えないかがちょっとわかんない。やっぱ人気でしょ私ピンク狙いです。皆さんはいかがでしょうか ?QQ さんはもうエメで持ってるからさ、私のポリシー的にさ、同じモデルはスタメンちゃんの中に置かないみたいなところがあるから、とってもとっても悩ましいんですが、いやこれはい、いかないと。これはいかない これはいかないと頑張っていきたいですけどもなんかピンクがね一番人気っぽいんだよねどうなんでしょうかちょっと分かんないだからそもそもまずこのね通常リリースが何日になるかとか分か,分からないもし知ってる方いたら教えてください分かんないのでどのタイミングかっていうのは分からないんですがまあドネーションでの抽選が開始されましたよまあイコールそろそろなんじゃないかな皆さんよ意 で、ちょっと構えといてくださいね。で、すぐにドンでいけるようにしましょう。インスタグラムとかでジオフレッシュグッズ結構リリースすることが多いからさ、この前も全然ダメだったけどね、バグっちゃってね、あれだったけど、ど,どうなることやらって、ちょっと楽しみにしましょうね、皆さんね。アフタートークさあ、ここからはアフタートークになりますけども、はい、もうこちらに見えております。チャッチャカチャチャッチャ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 はい。ニコニコくん、正式名称は何だったこういうのこう。 あなたは何ていうお名前なの忘れてたけど。でね、この子ね、えっ、ー、と、マクドナルドと、 カクタスプラントフリーマーケットがコラボをしてそうハッピーセットの中にこの子があのランダムで紛れてますよっていう感じでこの子とあとなんか女の子と怪盗 X みたいなのと紫マンみたいな感じでね4つ出てこの子が一番人気みたいだよねそうで私一回一番近所のねあのマクドナルドに行って夕方ちょっとあの買ってみた VTR があるのでぜひそれちょっとまずご覧ください これどっっちちしようかなあれなんかこっちの方が安いナットボックスボックスフリーマーケット天ピッシなきゃあビッグマックがつかないってことかビッグマック食べたいえー、っとねドクターペッパーえー、楽しみです開けまーすじゃあチャラララランタンチらあやっぱそうだよほら,らー <laughs> 先に開けちゃおう 後ろの子供がめっちゃ見てる。おやった。やーイ。<laughs> なんか家で家すごいいっぱいの人がいるからすごい盛り上がりづれいんだけどやった。えこれ一番いいやつじゃない？私一番いいのゲットしちゃいました。やったです。いや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 。じゃあいただきます。はいアメリカのビッグマックをご紹介します。こんな感じです。 ビッグマックこのぐらいサイズでこれをこう手で掴んで日本としてはねで食べますいただきますうんまい、うん、ビッグマック大好きなのやったということでハクテスプランテフリーマーケットとマクドナルドのハッピーセットのコラボのね見事ニコニコちゃんゲットいたしました現場をお返しします こんな感じでした。だから私これね、一発でででゲットできたんですよ。そう、だからめちゃくちゃラッキーで <laughs> ほんでもう次の日私がのインスタ載せたりとかしてで次の日友達が行った時にはもう,もうないって言われたんだけどみたいな感じであれだったので結構数限定だったんだね私知らなくて全然余裕ぶっこえて、ね、ハッピーセットコラボが始まった2日後とかに行ったのかなそう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 だまだあってしかも一発でこの子が出たのがめちゃくちゃ嬉しかった。 ありがとうございますちょっとねこの子はねあのスニーカーの棚がねいつも撮影しているところにあるのでその棚にコテトンとちょっと置かせていただいて忍ばす形になりますのでちょっと今後ともよろしくお願いします。 しかもね、これね、私がハッピーセットのあの、何だろバッグとか持って、これをポッケにここに入れてさ、胸ポケに <laughs>。で、その後、牛乳が買いたくてスーパーに寄ったの。したらなんか、あの、スーパーのお兄ちゃんが、おいお前ゲットしたいかよ。とか言って、やっぱね、おいみんなみんな好きこういうの。ゲットいや、ゲットしたのみたいな、ね。で、ハッピーセットってそもそも何入ってるっけみたいな。フライと、 フライトハンバーガーとドリンクか、ナゲットとフライトドリンクみたいな、どっちも選べるよみたいなで、だいたい12ドルから13ドルぐらいだよとかって言って、で、な、もう別に悪くないよね、ノーベー、ノーベーとかって言ってで、しかもこれついてくるしね、みたいな、ランダムだけどね、何が欲しいかによるけどとかって言って話してさ、<laughs> みんな好きよね、みんな好き。なんか本当にさ、結構日本の スニーカーコミュニティというかさこういうファッションコミュニティの業界っていうかこうフィールドってさ結構狭くてさスーパーにこういうのが好きな人っているイメージないじゃない。ねだけどやっぱね身近にファッションブランドを本当にいつも追っかけてフォロー,フォローしてる子たちっていうか若者が 近くにいるっていうのはなんか結構面白いなと思ってそこで情報交換できるっていうのもなんかアメリカのいいとこやなみたいな感じをねそうだから電車の中でもスニーカーのことで話すこととかも多いしやべえやんどこでゲットしたんやみたいなことはね電車の中で話したりとか駅のフォームで話したりとかそれこそスーパーで話したりとかなんかアメリカはそういうのがあるから楽しいなとかってなんか改めてストリートファッションスニーカーカルチャーっていうのが、まあ、根付いているんだなっていうふうにね感じます ということで本日もラジオご清聴いただきありがとうございますチャンネル登録グッドボタンあとコメントも是非よろしくお願いします概要欄に私のインスタグラムのリンクも貼ってありますので是非そちらもチェックよろしくお願いしますということでまた次回の動画でお会いしましょう See you next time! バイバイ